昇格祭の日のタワーの姫はあの後どうなったんですか。あの後1回だけ店来て、あ、来たんだ。今ちょっと喧嘩というか話し合いしてて、答え入れてくれるまで行かないみたいな、部屋目とか準備してるから少し待ってほしいっていうのも伝えたら、答えてくれるまで行かないっていう、その答え、はい、ガチで来る気がなくてイベント潰してるのかなって思って。おぉホスト TV 前密着されたばっかですけど、はい、その後の反響的なのはどうでした。反響自体はヘルプでやっぱ言われ、ホスト TV の見たよとか、うん、あれ、あの日はリーダーに昇格祭。そうです、リーダーの昇格祭で、今月あとちょっとで幹部補佐にまた昇格するんですけど、総売りで150ぐらい上がれば。リーダーになってから変わったことありました。まあ、ミーティングだったりとかで言うことも変わってきたし、まあリーダーっていう役職自体合ってないようなもんなんで、そんな変わらないかなっていう、うん、とりあえずまだ自分のことをまず第一に考えていいよってみんなに言われてるんで、うん、あ、でもヘルプ周りとかは内勤さんの付け回しなんですけど、リーダーって、うん、基本的にあそこ行った方がいいなとか、人数少ないのを見て行くようになりましたね。もう教える立場。そうですね、聞かれることもありますね、うん、後輩から。昇格祭の日のタワーの姫はあの後どうなったんですか。あの後1回だけ店来て。あ、来たんだ。今ちょっと喧嘩というか話し合いしてて、答え入れてくれるまで行かないみたいな、部屋目とか準備してるから少し待ってほしいっていうのも伝えたら、答えてくれるまで行かないっていう、その答え、はい、フラインブロックされて、インスタブロックされて、はい、みたいな。姫とは結構もともと喧嘩してたみたいな。喧嘩しない日がなかったみたいなぐらい毎日喧嘩してたんで、喧嘩っていうか、お互い言い方が、うん、その時も俺なんかすごいズバズバ言うタイプだった、うん、今は全然そう感情的にあんまりならなくなったんですけど、その時はまだホスト始めたてで全然わかんなくて、でなんかもう自分の意見ばっか言ったりとか、逆に女の子も自分の意見ばっかりとか言ったりとか、でそううまく支え合いできなくてブロックされたんですけどでもそれでも売り上げはやっぱり僕の中ではエースっていう子だったんですけど、まあ切れちゃったんで売り上げ自体は下がったんですけど、そこまで掃除組に落ちるとかそういうことなくて、より出勤率が上がったりとか新規の取れる数が変わったりとか、先月も多分店で一番多い方のかな、新規のお客さん。今月も今のところお店の中では一番。先進のまあ好きじゃないんですけど、うん、やっぱホストってメンタルすごい大事だなと思います。うん、なおさんのおかげが一番大きいですかね。はい、その切れて落ち込んでる時とか、うん、出勤したくないって時になおさんがお前もっと上に行けるからとか、そういうことをありがたい言葉かけてもらって、俺もなおさんのためにもっと売れようみたいな考えになって、出勤もなおさんが出勤を起こしてくれるぐらいもう親みたいな感じなんですけど、なおさんって本当あの人のおかげで今放送続けられてるし、うん、居心地いい場所なんですね。居心地いいですね。なんか精神的にそのエースが切れるって、はい、どういうメンタル状態になるんですか。まあ、リーダーになったのもなんかほぼ一本釣りだったんですよ、うん、ほぼほぼその女の子の売り上げで、後半新しいお客さんができてはいたんですけど、その最初の 1,2,3,4 ヶ月ぐらいまではその女の子しかいなかった状況で、そのエースの定義がやっぱ人それぞれ違うんですけど、うん、担当の売り上げの8割以上つけてたらその子がエースだと思うんで、やっぱり8割がなくなったって考えたら、俺の中ではどうしようとか、掃除組になったらどうしようとか、環境にも恵まれて先輩にも恵まれて落ち込んでる暇ないなと思って、出勤は本当に多くなりましたね。8割売り上げもなくなって未だにナンバーキープできてるのって、そうです、ね、結構すごくないですか。全然すごくないんですけど、うん、まあそこで辞めちゃうか辞めないか、女の子が切れて辞めるホスト絶対多いと思いますし、うん、掃除落ちちゃう子もいる中で
俺はそうになりたくなかったから、まあ、初回も取って。指名数多いじゃないですか、あ、新規の。新規の、はい。その秘訣って何だと思います？なんか逆の立場になった時に、女の子が男の子にお金を使うって普通逆じゃないですか、うん、普通の世界で言ったら普通じゃない存在にならなきゃいけないんですよ、うん、僕たちホストって。普通の男じゃしないようなことを、女の子の範疇から外れてる素晴らしいことをさらっとできたらかっこいいなってずっと思ってて、なんか行動しかなかったね、うん、俺はもう言葉で言っても伝わらないものは伝わらないし、売り上げも全然なくて、その中で行動しかなかったんで、言葉で言うだけじゃなくて行動で女の子に見せ続けるというか、そういうことをやり続けた結果、トークの内容が全然変わってきましたね。ヒカルさんがそうなんですけど、うん、ダサいことしなくて、やっぱダサいことするホストって多いんですよ。嘘で固めて、嘘がバレても女の子に何も言わせないぐらいバーンって言うとか、理不尽なことを言いつけるホストさんとかもいると思うんですけど、なんか俺それが本当に嫌いで、うん、嘘つかなくなりましたね。てか、あの、名前変えたじゃないですか。名前変えましたね。なんでですか？まあ、新たな心じゃないですけど第二のホスト人生みたいな。あれ、名字、ナオさんと同じなんですよ。名前も変えようと思ったんですけど、うん、名前はさすがにレイが浸透してるんで、ね、名前は変えずに名字だけ変えたみたいな。もう、リリアン一筋ですか今のとこ。そうです、リリアンが初めてでずっと。どうですかリリアン。楽しいです。楽しい。初回の女の子も、うん、行ってた歌舞伎の店より楽しいとか、ホストイコール歌舞伎っていうのを覆したくて、うん、池袋でホスト始めてるのもあるんで。リリアンどんな人が集まってますか？個性が強いですね。普通の人がいないですね、あんまり。あ、何、どっかしらバグってる人が多いイメージですね。ポケモンめっちゃやってる人とか。ポケカめっちゃやってます前密着した時はホストはやれてあとちょっとみたいなこと言ってたと思うんですけど、今どうですか？まあ、それは変わらないですかね。変わらないんだ。結構切羽詰まってる状況を頑張れるんで、1億とか2億売ったらちゃんと、ね、学校卒業のその資格ちゃんと取って就職をしようかなみたいなと考えてますけど、ホストとして昇格したいだとかナンバーワンなりたいって気持ちがあるんで、前ほど考えてないです。ホスト全力で頑張ろうっていう気持ちなので、今は全力で頑張れる時期だと思うんで突っ走ろうかなと思ってます。全力営業。全力営業です。店舗指名本数1300本オーバー、これ300本、そうですけど、本当ですよね。はい。そして驚異の飲み直し率 50% キープ。すごい。さらに完全シフト制。素晴らしい。入るしかないね。ぜひ気になる方お待ちしております。イエーイ。イエーイ